こんにちは。こんにちは。モーションブルー横浜でいきなりライブということで。そうです。何回かもうやってるんですよね。そうですね、復帰してから 2,3 回やらせてもらってる。でこの横浜自体かなりなんか久しぶりそうでしたけど。久しぶりでしたね横浜は。はい。でも久しぶりってどのくらいか。仕事以外は来ないもんね。そうですね。だから1年2年今年の頭に僕この辺で結婚してるんですけど。あ、そうか。もう最近ね記憶がないんだ。赤レンガは相当久しぶりですよね。うん、久しぶりの赤レンガですけど。1年ぶりか2年ぶりよぐらいですね。はい。実は、はい、歩いていこう、はい、新曲が、オリコンのデイリーチャート、はい、総合で14位に入ったことですね。すごいですよね。すごいですね。本当にね、驚きですよね。びっくりしましたね。あの北海道の STB の、はい、陽平さんという、陽平ちゃん、はい、からや、KBC の、はい、澤田さん、はい、たくさんの方からおめでとうございますとお伝えくださいと前川さんに。いや本当にああいう方たちがいるからその新曲が出たと同時にかけてもらえるんだもんね、はい、そうですね。多分陽平ちゃんとかけすぎじゃないのかな。あの日本で一番僕が絶対かけてますって言ってました。なんかねもう癒着があるよ。もう本当陽平ちゃんだからお金困ったら言ってよ、普通すぐ連絡します。まだ来ないんだけどね。いいことですけど、でもありがたいことですね。なってありがたい。ネット1000回もやりましたけど、はい、CD 購入者の方も、うん、あの全国実はいらっしゃったんですよ。あ、そうなんだ。東北の方もいらっしゃいましたし。いらっしゃいましたよ、はい、で、ね、今さらに、はい、あのサイン入りの抽選は終わりましたけど、はい、ステッカーとか、はい、セットになった CD がまだ販売していて、はい、それも相変わらず好評だそうなので。だから要するにあれですよ、なんかつけた方が売れるっていうことですよね。雪菜のタオルか。タオル、はい、かわいいあの絵が描いた、はい、私たちの それが非常に評判だということ。評判です。500万円作ったら、はい、もうそれがもうなくなったんですよね。そうなんだ、はい、俺の歌とひろきの曲じゃないんだよ。あれタオルが欲しくて、ついでに CD を買った。 CD を買ったというね。まあでも久しぶりにあの皆さんのおかげで。そうですね。あと一つの頼みは、はい、やっぱり今ほら買い方が難しいじゃないですか。あ、そうですね、ダウンロードとか。そうそう、そうすると俺もそうだし、おじちゃんおばちゃんなんかあれわからない、はい、だから本当はお孫さんとか若い方が教えてあげて、教えてあげて買ってあげて、はい、いただいたら嬉しいなと。そうですね、そういうふうに思っておりますんで、はい、もうよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、やる曲ってもう分かってるんですよね。まだ分かってません。あ、分かってないんですね。あ、はい、今から音合わせです。これちょっと映しても大丈夫かな。今日のメニューなんですけど、おうおうおう、何にも。そうそう、普通ここに曲が入るんですけど。そうそう、こんな空なんですね。あと15分ぐらいで3時音合わせです、はい、その時にあの曲も決める。決めるんですね。まあ、お客さんこう少なかったらまだ少ないんだけど。なるほどね。その今回のところで200人弱の会場ですから、はい、そこで入られるのは大体70人ぐらいですから。あ、なるほどなるほど、半分入れられないですね。はい、はい、で当日になってやっぱりキャンセルする方もいらっしゃいますからね。まあなかなかそうですね、今の状況だと。チケットを持ってるよと、はい、
してキャンセルしないで、はい、ありがたいでしょ、持ったままですね、持ったまま、うん、やっぱり現実というのはね、やっぱり難しいです。そうですね、だけどね、やっぱり安心して、はい、まずはこういうステージを踏んで、はい、あんまりそのコロナというものが、はい、やっぱりめちゃくちゃマスクをして、そうですね、間隔を置いて手を洗って、はい、そういったのだけ守って、あとはやっぱり前向きに、そうですね、ね、はい、歩いていこう、歩いていこうね、歩いていこう上手にいきましたね、もう本当に、はい、そういうふうに思ってますんで、分かりました。また徐々に徐々に、はい、こういったショーというものが、はい、増えていくと思いますんで、はい、皆様方も安心して、そうですね、その1時間から2時間というのは楽しんでいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。頑張ります。じゃあ本番頑張ってください。分かりました。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。よろしければなんだっけ、チャンネル登録で、あ、チャンネル登録、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そして公式のインスタグラム、ツイッターの、フォローもぜひともよろしくお願いします。じゃあねー。チャンネル登録というのか。そうです。